どうもカイリンです。本日はですね、長野電鉄の湯田中駅じゃなくて長野駅に来ています。ちょっと待って。で、まあ下に表示されている、13時6分の1番線のやつに乗ります。後扱いしてやがる。こんなようにね、これ元ロマンスカーの車両なんですけど、皆さんお分かりでしょうか。まあ当然分かってるとは思うんですが、左側なんと通常の時間よりゆっくり走る湯煙号ということで、こちらですね、特別な内装になっておりまして、連接台車なんですね。全面展望式開いてるのかな。開いてないよね。開いたらすごいけどね。開いてんのかよ。今回は、長野駅に来てるんですが、13時6分発ゆったり湯煙号、のんびりやってるのに乗っていきたいと思います。長野電鉄は通常の乗車券にプラス100円で特急列車に乗ることができるということなんですね。で、あちらに止まってものロマンスカーで、今乗ってるのもロマンスカーということで、長野駅でロマンスカー2本並ぶ光景はかなり珍しいことと言えます。週に2日ですね。で、あっち側の展望席からですね、こっちはですね、キモいやつという目で見ている方々がいらっしゃいます。このようにですね、今誰も乗っていないこの車両、そしてあそこの展望席角も誰も乗っていない。で、撮影の許可をいただいておりますので、ちょっとワインカードを、撮影の許可をいただいております。こんな感じです。なんかあるんですね。すごいですね。はい。で、この電車は先ほども言った通り特急電車という形で運転をしています。特急といえばやっぱり速いというイメージ思われがちですか。まあ、思われがちというか思うんですけど、とか僕も思うんですけど、この電車はあえてゆっくり走ります。普通電車並みの速度で走って終点の湯田中まで行きます。これリクライングしないんですね。これ簡易陸じゃないんだ。シートピッチはこの通り、お世辞でも強制的にいい姿勢をさせられるという感じでしょうか。で、今回これは後面展望となっています。前面展望ね、なんかここにお宅が2人いて、どっちかの隣に選べって感じで座ってた。で、ちょっとそれはちょっときついかな。ロマンスシートにね、2人でお宅2人で座るのは結構きついかなと思いましたので、やめておきました。で、このロマンスカーは先ほども言った通り普通電車並みのゆったりとした速度で走ります。というわけで、あっちのね特急電車は本気のスピードを出すのに対し、こっちは静かにゆったりと走ります。あえて速度を落として走るということで、あっちの電車とこの電車発車差は4分なんですが、最終的に湯田中に着く時刻は30分ほどの空きがありますので、相当こっちがゆっくり走ることをお分かりいただきましょう。先ほど言った通り、高年生一応特急電車ですので、ちゃんと特急料金100円をお支払いしております。で、早速ですね、このロマンスカー、ハイ SE なんですが、これハイ SE、これ何かというとですね、ハイデッカー構造になってまして、あちら側、ちょっと段差になっているのをお分かりいただけますでしょうか。ハイデッカーというのは、ちょっと普通の電車よりも車高が高い。まあ、2階建てグリーン車の2階建てよりは低いぐらいの高さの位置に席があると。で、あの階段がですね、バリアフリーの障壁となっておりまして、1号車はですね、この展望席区画ぐらいしか車椅子が進入できるスペースがないということでございましてですね、小田急からは、同じく、このハイ SE と、あとは、朝霧用のあれが、まあ、バリアフリーに合わないということで、廃車されました。で、長野電鉄がそれをお引き取りしまして、この長野でこのロマンスカーに乗ることが今もできているわけでございます。ちなみに LSE というのは最近のロマンスカーの中で古いですが引退しましたが、 LSE よりもこのハイ SE の方が新しいです。これなぜかというと LSE の方はハイデッカーになってないのでバリアフリーに対応していたと。で、ここで LSE もハイ SE もすっ飛ばしたら、ロマンスカーの展望席がついている車両はVSE だけになってしまう。まあ、XM もちょうど出てきた時代だったけど。ということで、LSE はずっと残されてたんですが、とうとう引退しましたね。GSE が出てきて。で、ハイ SE は
未だ生き残っています。長野の地で細々と。であっちの車両は展望席が大にぎわいしている中、こっちの車両は私一人しかこの号車には乗っていません。どころか、乗る人がいないんですね。で、今なんか扉閉めましたけど、やってもう進入禁止みたいですあそこ。でこの電車ね、トイレがついてないらしいです。多分汚物処理能力はないんでしょう。処理能力って言ったらいけないか。長野電鉄がヘボとかそういうことじゃなくて処理できないらしいです。で、このハイエースがどけば、まあ、これもハイエースじゃない、あっちのね真ん中のやつがどけばわかるんですけど、あっちはもっと東急8500系がいます。同じ6分8段であと5分待ちましょう。本当にこれ貸し切り回しパチじゃん。展望席アデアとして一眼レフを持っている人たちが僕に向けて撮影しているのではないかとちょっと、思ってしまうんですが、僕を撮っているわけではなくロマンスカーを被写体としているので、そこはドンと言ってるわけではない。さあ、あの看板を撤去しちゃうかな。やっぱりこれ積み込めんだね。ちなみに、まあ、団体のお客さんというか観光客の皆さんみんなロマンスカー、あっちの、言うとかないの、8500系ですね。あれ、元東急のね。あ、いや、乗ってこないんかい。乗んないんかい。みんな前行っちゃったな。前になんか、前の展望席全員埋まるぐらいだった。僕は後ろの展望席で一人でこっち、こうやってくっちゃべってた方が面白いんじゃないかなと思うんですけどね。どうなんだ。あ、人来たな。
自分でも分かっていけないと思いました。この場所は全然なら運行量も必要でしたが、幅は全部に流れているほどしかないような場所は顔の流れもあるに大気で流れしている奇跡な橋だったので、また船橋ができる空に前では私の船は2人この千曲川を越えておりました。しかしこの私の船も1日に4回から6回しかなく、しかもお客さんが満員からと待ってからと話し合ったので、現在の慌ただしい生活からは想像が難しいところです
ました。お店では9分間の停車があります。これトイレ休憩という名目らしいですね。しかし僕はこういう時に動かない人なんで動きません。この撮影行きたいな。写真撮影行こうかな。リンゴ安いな、100円で売ってるよ。そして校内踏切がね、閉じてね、反対側のホームに行けなくなって自分の電車に行っちゃうみたいなことばかり。財布とスマホ以外全部電車の中なんですけどね。1番線のお客様にご案内いたします。2番線のお客様にご案内いたします。13時48分発、中野特別急行観光列車湯田中行きは3番線より出発いたします。13時41分すっげー強調してるよ。湯田中行きは3番線より出発いたします。2番線からは出発いたしません。これはお乗り間違いのなんか切れてみたいな。13時47分普通列車長野行きは1番線から出発いたします。13時47分長野行きは4両なってるな。多分前に全焼灯がついてないから。車内販売が来たので、こちらリンゴジュースを買いました。先ほどのね、これオブセのリンゴジュースということでね、美味しそうな250円と予想されたら高いなとは思ったんですけど、まあいただきたいと思います。
では流れの湯田中に着きました。なんか途中でね、行き違いしたロマンスカーの車両なんかあれだったんですよね。全面展望のところになんか、なんだ、なんか日よけのなんかシールみたいに貼ってあったんですけど、これ貼ってないからめちゃくちゃ眩しいんですよね。ほんと眩しくて目開けてらんなかった。さあ湯田中に着きました。帰りね、ネックスのやつで帰ろうと思ったんですけど、目の前でちょうど僕はですね、向こうに回ってる時に隣の窓口ですね、ちょうど「こいつ空いてますか?」って言ってね、「あ、空いてありますよ」って言って持ってかれてしまったので、まあ、残念なことに個室は利用ができないということが確定しました。帰りね、つまんないなあ、湯田中でどうやって潰すか。今日ね、年の後悔のせいでね、オタクが多いんで、ちょっと不幸なことは想定はしていたんですけど、いや、こしちゃんまたの機会ということで、私はいると思いました。あ、残念。あ、すげえ残念だな。